チャオ、あちゃんです。チャオ、あちゃんです。イベント3日間終わりました。皆様お疲れ様ですっていう感じでね、あちゃんお家帰ります。いやー疲れた、久々のイベント。もう3日間ね楽しかったよ。めっちゃ楽しかったけどやっぱ疲れた。やっぱりね、人間全開でやるよね。全力で楽しむからめっちゃ疲れた。はい、乗りにくいな、これつけたらな。まあいいか。暗いね。まあ暗かったもいいでしょう。いや、あかん。寂しい。あちゃん、買うみたい。え、いらん。まあ、どっちでもやる。いらんっていうやつが出てくる、絶対。絶対見せた。ここはね、高速道路明るいからね、また見えると思うんだけどね。ちょっと暗いところはね、どうしても、こっちが今明るいから見えてるけどね。楽しいかったイベント、でもね、何やろ、やっぱ車業界面白い。車業界じゃない、イベントか、間違えた。ワイパーとウインカー、今度はウインカーを間違えてしまった。ウインカーじゃない、ワイパーを間違えてしまった。しんどいよ、やっぱり。でもしんどいけど、しんどいなりの接客とかも面白いしね、いろんな人とねお話しして、まあ、駆け引きじゃないけど、商品をね買ってもらう、結構強引にね、押し売りじゃないけど強引に行って、でも行こうって後ろ後押ししたことによってね、もう商品手に入れた満足度っていうのがあると思うので、イベントでね、まあ、数千円のお買い物、まあ大きいと思うね。それを後押ししてあげることで、その数千円以上の満足度っていうのが得られんねんね。で、その満足度の後押しやとあっちゃんは思ってんねん。だからね、まあ、人それぞれお金ないっていう人にはもうあんま押さへんけど、ちょっとなんていうのかな、余裕っていうことはないねんけど、ある意味そのエアコン効いてんのかな。ダメじゃんこれ、曇る雨やからいいけど、ね、あこの人もうちょっとこう押したら押しそうにしてるけど、こう優柔不断っていうかね、ちょっとどうしようかなっていう要素はもう行っとこうみたいな感じで行ってもらうので、お家帰って満足感が、でその子がね、今日ね動画で撮れてると思うねんけど、動画撮ってる時に来てくれたわけよ。ちょうどご飯食べてる時に来てくれたわけねんけど、こうって言ったらおかしいけど、お客さんやねんけど、そこで行きましょうって、あちゃんちょっと強引じゃないけどちょっと押したね、押したらうーんって悩みながら、友達も一緒に押してくれて、2人買ってくれてね、友達2人で、でその子たちこうって、まあ、そのね、まだあちゃんずっと分かったから戻ってきて、もうつけるの楽しみですと言って帰ってくれた。でやっぱりそうやってね、買うことによって満足を得られる、でまた取り付けた時に満足が得られるっていうのがね、なっちゃんはこうイベントしてて、お客さんの笑顔を、お客さんに何を買ってもらうのかっていうか、商品じゃなく笑顔を買ってもらうって思ってるんだよ、ね、なんか満足の得られないものを押し売りしたら絶対あかんと思うんだよね、騙し商売っていうのは。でもそうじゃなく満足を得られるものをやっちゃんだって欲しい。でもね、これフォグランプって車のね、フォグランプって言って、まあ、今もうフォグランプ言わへんねん、あれドライビングランプっていうね、運転するときに明るくなるランプやねん。なんでそれを昔はね、フォグランプって呼んでて、なんでかって言ったら霧のときにつけるランプやねん、もともと。だから霧が出たときって、雨降ったり雪降ったり霧が出たときって、ヘッドランプが白かったら反射して真っ白になって余計見えんくなって、そういうときって黄色のラン
真っ最後でかっこ悪いって黄色つけへんしね。でも実際雨の日は黄色が助かる。でも雨の日だけ木があったら夜明けるか。だってでも2つつけられる。あっちゃん昔ね、キャラバンみたいなのにスイッチ切り替えで黄色と白と両方つく。スーパードライビングランプっていうのつけるね。めちゃくちゃ明るいキャラバンで、昔の車ってヘッドくらいね。で、その補助灯やねんけど、で黄色と青、白を同時につけたらいらんやん。同行法違反なんだ。だから、違反にならへんようにするにはどうしたらいいのかって言ったら、ね、ランプを同時につかないようにする。黄色やったら黄色、白やったら白、そういったもんライトをね、10個つけても全部は同時につかへん。1個ずつ個別でつくってやったら違反じゃないねんだから、あちゃんもそれつけて、ね、黄色と 白と両方ついたらね、やってんけど、今はそうじゃなくて、ヘッドをね、ヘッドじゃなくて、ホームをつけててね、一回消してつけたら黄色になる。で、もう一回消したら白になる。消してつけたら。白切り替えなんだけど、なかなかそれがね、面白いって言ってね。それをね、その人に買ってもらった友達と2人で買ってくれて、いやこれは絶対欲しいとか、でも安いよなとか、でもなって悩んでて、でカードいけますよって言って、でカードでね支払いしてもらって買ってもらったんだけど、まあ、そんな感じちょっと動画のね撮れたので、そんな感じで買ってもらったんで、だからね、やっぱり回ってきてもう一回持ってたらいいのとか、帰ってつけるの楽しみですって、でまた帰った時に着いた時にその感動っていうのが得られるので、あれあっちゃんの口の駆除はね、合わへんのよ。ザガメ車のランプってね、ザガメがめちゃくちゃ種類あんねん。で、あっちゃんの駆除はめちゃくちゃね、つかないの。ザガメがあったらね、つくんやと思うけど、そのザガメがなかったね。何やったっけ、なんで1万やったかな、1万やったかな、そんなんやったあれですか、H8、H9、H11 なんで言うんだっけ、映画やねん、H8、H9、H11 と HB っていう、ね、その種類しかない、まあ、今の車新しく入れたら大体作るけど、なっちゃうの古いから使えへんねんだからね、なっちゃんもつけたいよね。見ててね、商品売ってて、ほんま自分でも欲しいなって言うんだって、あっちゃん車やっちゃうからさ、今は一 YouTuber だから車のことわからへん。今車の業界進化してるって、やっぱりヘッドランプでもね、あっちゃんの HID じゃない、 LED 気をつけてんけど、暗いのね、今ちゃうね、 LED の光るところがいっぱいついてるやつがあるいろいろ新しいものが欲しいなーって、自分が欲しいなーとか、自分がつけた時にどういう笑顔になるんやろうなって想像したら、後押ししてあげるのが絶対お客さん喜んでくれるね要はそこでもね、ああいうのを売りをした時にね、結構なんていうのかな、自分が欲しくないものもが口で商売するってやる、そういうイメージがあったんで、なんか良くないなーと思うね。でやっぱり自分が、まあ、本当に欲しいのは自分がつけてみて、また使ってみていいなと思うのは、一生懸命押したらいいと思うので、お客さんも自分がそういう笑顔になったことと同じ笑顔をお客さんに味わってもらうっていうのがいいんちゃうかなってあっちゃうと思うので、だから今日はね、それを紹介してみて、対面販売で面白いね、お客さんのね、やっぱりその心を読むっていう、悪用したらあかんね、やろうと思ったらできんでね、悪用なんて、そんなこと簡単に。だってお客さんの笑顔なんて関係ないし、押したら買うもん、やっぱり見た人って欲しくなるよ。欲したらどんだけ育てた商品でも押したら売れるわけよ。そんなさかなーと思うんですよね、やっててね、欲しいな。なんかあっちゃんはとりあえず使ってみる、今回はデモに置いてあるね。
雨でも動いたってやつをね、いじくり回してつけたり消したりつけたり消したり消したり遊んでね、いじくと。で、欲しくなって、あっちゃんが。なんかその笑顔になっちゃって、買ったものなりやろなって思ったら、くれる。今回結構いいんだね。今まで自分がね、車業界に行ってたらね、そんな商品普通に扱ってるでしょ。だからその、つけた時の笑顔考えられへんね。当たり前のようにデモで使って、当たり前のレンジで使うから、なんかその何がいいのか分からない。何がいいのかっていうのね、ユーザーの目線っていうのが取れへん。でもあんちゃん、何も YouTuber でやってたら、車修理分かるからって聞けようやね。でなんかお金を払ったのと満足度どれが得られるのか。なんか車検そうでしょ。車検で20万取られて30万取られてって言うでしょ。取られた。なんで取られたって人が言うか言ったら満足してないから、ね。でも車検に出して帰ってたら車のしっかり感が変わってたり、何かこうシャキッとしてたりしたら、で20万30万払っても。取られたって言わずに車検料金をこんだけ払ってきたよ、そんだけの車検満足したよっていう気持ちになれへんやん。それ気持ちになれへんっていうのは、それにね、そのお金を取られたっていう言葉が出るじゃないですか。それだけ満足してないよというか、そうね、お母ちゃんはそういう商売だから一回ね、会社から離れて車屋から離れて商売から離れて YouTuber になったら商売の方法が変わったから分からへん。今商売立ち上げると結構うまくいくかも分からない。でも儲からへんと思うよ。儲かる商売っていうのはね、自分が満足しないものを売る商売、そのもののことを知らない人が売る商売、知ってる人はやっぱりいいものを提供しようとするから、できるだけお客さんに満足してもらおう、いいものを提供しようってするから、どうしてもね、原価度外視してしまう、ね。でも自分が満足してないものとりあえず売らないといけないっていう言い方したら、利幅取れるでしょ。その違いなんだ。だから悪が商売すると手続かない。まず心が折れるでしょ、自分が。が嫌いなんですよ。それだけじゃなく、お客さんも満足しないでしょ。お客さんの笑顔を見られないでしょ。ね、いい商売ができない。あ、でも商売になろうかな。あんちゃんのバッグ売ってるでしょ。 YouTube で紹介して履いてきたらね、販売始まるんだけど、バッグ、デニムのバッグね、めっちゃ気に使ってね、結構ね、おしゃれでしょ、あれで、いろんな服に合わせやすいでね、物が入れんけどね、結構ね、しっかりしてるんだよね。今回もね、オートメッセンもあって、やっぱりね、いろんな着た人、そのバッグおしゃれやねって言ってもらえたんで、しっかりしてるなーいうふうに言われたんで、全くあんちゃんと知らない人がね、そのバッグいいですねって言ってくれて、で車業界のね、やっぱ農業者さんもそのバッグいいねって言ってくれて、どこで買ったの？いや、うちで産んでいいやんとか言ってさ、だからそうやって自分で使ってみて笑顔になれるものって言ったらいいなって。だからね、あんちゃんも、まあ、今回ね、うちの会社のシカちゃんパーカーシュー君とね、麦茶さんに買っていただいたんやけど、あのバッグ結構ね、しっかりしてるし、いいよ。で、あとね、何着やったっけ？2着ぐらいやったんだろうな。
一人で欲しいって言ってくれてるから、もうちょっとしたらね、家帰ってからね、またちょっと持って帰って会社から持ってもらう交渉か、今度はまた今度交渉です。はい、これかんちゃんどっかで会うときに渡すかどっちかに、サインして、嬉しいわ。あちゃんのサイン入りのマークを買っていただいて嬉しいです。マックもいてもサインしておきますからね。あちゃんのサインくださいって言っても嬉しいわ。最終、最後の最後の最終にね、気づいてね、うちのカタログにパウチされたんで、パウチしたやつにサインして私喜んでもらえて、あっこれ探したよかったなと思って、他にね差し入れもいただいたのにね、あまり壊れへんかったら通常のコンタクトとか握手とかでね、話してたりとか挨拶とかね、使ってありがとうございました。本当ね、ほんまこういうイベントの時ってね、ご飯食べに出られへんかったりするから、差し入れとかね、ドリンクとかね、嬉しいね。今日もだから帰り道もね、お茶もいただいてね、それ帰り道飲ませてもらって、助かってるしね、本当嬉しい。でね、気遣ってもらって、スタッフさんの分までね、みんなの分までも送り込んだりね、ありがとうございます。いやー、でもね、ファンもすごい嬉しいわ。今回でもイベントでね、時々ちょうだいね、今日3日目ほんま忙しくてね、途中ライブするわけができへんかったしね、そんなこんなんでね、ほんま忙しかった。でも忙しい分満足度っていう充実感もあったね。最終日終わってね、帰り道の寂しいのね、みんなでわたわたやりながらね、で、助っ人さんとか来てくれるやんか、助っ人の人とかってめったに会えへん、今回ね、何年ぶりやろな、今回助っ人の喋ってて、やっぱ楽しいよ、ね、イベントが楽しいで終わったらあかんっていうね、どっちかやったら、あんちゃんがこういうイベント的なの。好きだし、でそこでやっぱみんなとね関わっていくっていうのがいいやと思って、今回お土産の方とか知らんけど、九州系してるの知らんけど、まあまあまあね、喜んでくれたでしょう。来週名古屋やねんけど、来週名古屋は出さへんとか、なんかね、ちょっと忙しくて出られへんから言ってくれた、ちょっと言ってきた、言いたわ、無理無理、絶対無理。一人で言ったら、イベントなんかできへんから、今下ろすんとか大変、荷物自体とか大変でしょ。助っ人さん来てくれると思うけどね、でもね、仕切ってやったもん、やっと面白かった。節制強いんだけどね、撤収が大変。やっぱりね、今まであっちゃんにとってどうなんねやってきたよ。でもやっぱりね、撤収の時に慌てて片付けるね、機材がぐちゃぐちゃになったらそうじゃない、片付けるときにきっちりきっちり片付けると同じものを入れていくとね、次やるときに慌っちゃうかなって感じもね、それをね、徹底したのがイベントというか、本人からしたら横だろう、熊やないないけよ、たま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 だけよ、ちょっと暴言を吐いてしまいました。
垂れちゃったね雨の日は前が見えないわ。
人になったら楽っちゃ楽やで、ね、ちょっとこのイベントでしたかて、ね、遊びに行くにしたかて、ね、遊びに行くね、動画撮りに行くにしたかて、ね、自由かわからんけど、逆にね、全力で楽しむこと。
しいの。もしかしたら、どうしたの？バイバイ入れてくれ。